どうもー、田中パート11です。今練習終わったんですけど、今から、ちょっとね、あるところに行こうと思ってます。まあここに今栃木シティは、栃木市岩船っていうところにあるんですけど、この岩船ね、もういっちゃん有名なところに、行ってちょっとこれ見せたいなと思ってます。すごい有名なところなんで、ぜひ行ってからのお楽しみ。じゃあ行ってきます。レッツゴー。今俺ばっか映してるけど、今営業担当の選手と一緒に来てます。お疲れ様です。これ名前は何ですか？仮面ライダーとかね、戦隊ものとかで、ね、いろいろね、あの芸能人のドッキリとかね。あ、そう、あ、それそれ芸能人とかということで、芸能人のドッキリとかでよく使われる、あと戦隊ものとか仮面ライダーでも使われるところですね。僕たちは栃木シティとして上に上がるにつれて、もう全部街を巻き込むということでやってますんで、こういうのどんどんね、発信していくべきなんですよ。去年からやっとけばよかった。ここでいいな、何もないからこれで。すごくね、すごい、すごい、めっちゃ感じた。ビクってしちゃった。ビクってしたよな、俺多分。待って、すごい、すごい、今のビクッ、すごい、ビクってしちゃった。石飛んできた。怖っ。誰いいの取れたんちゃん。ないや、すごいすごすぎんねんけど。絶対これやった方がいいやんな、一回。しかもこれなかなか他じゃ絶対できへんやんな。絶対やった方がいい、これ。いいね、ほんまに頼むで、みんな。リハーサルもやるんで、もうバッチリです、完璧です。例えば僕はちょっとビビりました。ビビらないようにして。板が引いてある。ちょっと電線みたいな。なんか近づくのが怖いわ。ドガンを知ってるから。戻る。デュサン寺に貸し切りがあるらしいんですよ。そちょっとチラッと見て帰りましょうかね。邪魔しない程度に。全然笑ってない。いいよ。皆さんこうやってね、撮影するときに
着替えとかもあると思うんですけど、あそこね、着替えるところも一つ一つ、なんていうんですか、あれコースなんていうの、あれグループで一つあって着替えるところもあったり、あそこテントがあるんで、あそこでちょっとね軽食食べたり休憩したり、いろいろできるんで、もうパーフェクト。プライベートテントもある中に、プライベートテントもある、着替えれるよ、ね、ほら着替えれるよ、ね、水色のね、はい、あれね、あれで着替えたの、あれやね、あれか、あれがあの中で着替えるね。で、そのテーブルとかはゆっくりする、そう。だからあれね、あれで着替えたりするってことね、はい、着替えたりちょっと休憩したりするということができるんで、ここで全部完結できるんで、うん、もう全部持ってきてください。バッチリ。なんか俺向こうでカメラマンやってた。あれなんかあの動きって見たことある。動き。どう、あれあの髪型のパウロさんじゃないですか。もう動きがもうすごいから私。わかりやすい。わかりやすい。単純ってことかな。あれ？あ、まあまあ、ピザとかパスタとかもありますよね。ないです。ないですね。コーヒーとかソフトドリンク、ピザはありますね。ピザあります。ピザはあります。あ、まあ食べやすいやつ。そうです、ね。食べやすいやつ。撮影メインやから。ただけど、それに劣らない。むしろもうご飯ばっか食べてる人もちらほら。ミラノのコンテストでマルゲリータ1位取った。え？ええー。のよりやめろ。爆破にちゃんと合わせたぐらいのさ、いい。美味しいものがありますから、皆さんもぜひ、忘れた方もぜひ、これもう持ってこ、てか一流の場所と一流のシェフってこと？はい、ということで、一流のシェフ、バッカーと一流のシェフが来てはったんで、みんなで撮っ、3人で撮りました。そう、3人で撮れなかったんで、いいっすか、お願いして。ありがとうございます。なんか、そういうつもりではなかったんですけど。じゃあ、どこだ。 SNS 等を投稿する際には爆破体験、岩船爆破などですって。ありがとうございます。ですって入れてくださいね。あなたが入れてくださいね。ホームページは概要欄の方に載ってるんで、ぜひこうシュッシュとせ、 iPhone の人はシュッシュ、このパソコンの人はこうクルクルクルってやって、下に行って概要欄のところチェックしてください。それでは、私の説明以上と終了となります。ありがとうございました。これはおすすめ。みんなもう来て。栃木市でもやった方がいいぐらいやね、これね。緊張しました。いい体験あるし。パウロをフォローしてるから。